先輩、雨降ってきましたね。それはいいんだけど、桜島、どうしてお前は雨が降ってきたからってまたおもむろにボタンを外すんだ。逆になんで先輩そんなこと聞くんですか。え、人がボタンを外す、雨が降ったからボタンを外す、その二つを結び合わせて理屈、理論、法則、アルゴリズム、そんなもので片付けられるはずがないのに。つまりは NASA の限界か。違います、新しい NASA です。そうだなってお前それをおもむろに出されると言葉が詰まる。沈黙では伝わらない世界が俺たちの向こう側にあるかもしれないじゃないか。そうですね先輩、なら NASA 的な配慮をなさりながら、先輩ぜひこれ、このこれを先輩らしく言語化してみてください。マジで先輩マジって言葉使うんだ、なんか嬉しいな。先輩のレベルになるとヤバいとかマジとか本当とかって意気地が多分すごく高いからまず使わないじゃないですか。なんか嬉しい。男ってやつは変なところでキュンとくるもんだよな。個人差なんじゃないですか。特に僕はサイボーグだし。桜島、人間とは何か考えたことがあるか。え、もちろんそのために生み出されたのが僕ですから、シンギュラリティの果てに生まれたのが僕ですから。ロボット工学の分野ではそうだね、よりバグやミスの多いロボットほど人間に近づく。ロボットの真似をする演劇があった。その時に注目したのはやはり人間らしさをどこに置くか、つまりバグやミスや理屈で言語ができない、そこだったんだよ。それがそっか雨が降るとボタンを外したくなった、それだけだな。でそうだな、お前のそれ、うん、誰が聞いてるわけでもないから言語化してみようか。でもさ、あからさまにそれやっちゃうとやっぱり俺お前のつてで NASA 内定もらってるから、うん、別にコネじゃねえけど、その飲み会の先にそれがあったじゃん。うん、だからやっぱお前 P かぶせて、なさらしく P なさってくれる。わかりました、やらせていただきます。では先輩、3、2、1で P かぶせますんで、僕のこれ言葉に変えてください。一緒になさりましょう。
なさるか。3-2-1-5で行くかじゃ。いいですね。なんで、でもそうだな、ナスダックじゃねえか、俺の NASA か、3-2-1-5で行くか。言語ってさ、まあいいや、その話は。いや、絶滅した言語、いや、まあいい、その話もいいや。行こう。いや、日本語で行かせてくれ。悪い、行くぜ。3-2-1。待って、一回練習しない？合わせようぜ。いいですよ。3-2-1。宇宙船桜島なんでピーかぶせてくれないの？雨の花びらで花束を編む。あらゆる天地も悪魔の技も誰かを生かせば誰かを殺す。季節は巡り花は打ち寄せる。同じ花びらを踏みしめてゆく。嫌いも好きも分かち合いながら私たちは皆愛し合うのさ。